はい、ただいま。結局応接室なんだ。もうそろそろ飯の時間とかじゃないの？応接室に戻ってみたが、あるも他の人も誰もいなかった。戻ってませんね。ティーカップもそのままだし。え、もう誰か死んだとかないよね？ちょっと血に飢えすぎ、さすがに。ティーロのやつも顔出しねえってことだな。来てたら速攻片付いてら。あのハユツクとかいう聞いたことねえ名前のやつと未だに話し込んでんのかね。ハユツク、聞かぬ名だな。教授もご存じねえんで。知らんな。どういった人物だね。さっぱりさ、誰も知らねえんだよ。でもさっき廊下にいたおじいさん、多分そうだよね。じいさん？じいさんなのか、ハユツクって。俺らがさっき廊下で見かけたのがそうだとしたら、結構な高齢に見えましたがね。まあこの城に他に見覚えのねえ人がいるなら別ですが。怖いこと言うなよ。ん？でもそいつ一人でうろついてたのか。だったらアルノやティーロは何をしてんだ。さあ、サロンにいたんですかね。サロン？そのハエツクさんらしきご老人はサロンに入って行かれましたんで。サロンなんか何の用だよ。わかりませんや。俺らはそのままこっちに戻ってきちまいましたから。はあ、よくわかんねえな。アルノが来たら聞いてみるか。まあそのうち晩飯だって呼びに来るだろう。適当にのんびりしようぜ。そうですね。ナオさん、お茶は？僕はもういいよ、ありがとう。私はアルのところへ行ってみようか。ああ、アル。教授が扉へ向き直ろうとしたところで、ちょうどアルの方が顔を出した。やあ教授、ようこそ。おお、ちょうどよかった。挨拶に伺おうと思っていたところだ。こちらこそ遅れてすまない。よく来てくれたね。この素晴らしき遺産をめでる機会を与えてくれるならば、いつでも馳せさんじようとも。よう、アルノルト。ん？なんだい？さっき言ってたハエツクとかってのは誰だ？なんかじいさんらしいけど。ああ、あったのかい？いや、日和とナゴムが廊下で見かけたんだと。一応挨拶は。ああ、でも日本語で話しかけちまったし、通じてなかったですかね。いや、彼は日本語で話しても大丈夫だよ。へえ。ひよりはそう言って、ちょっと怪訝そうに首をかしげる。そうだよな。だったらなんで返事もなく立ち去ったのか。で、誰なんだよ。祈祷師さ。はあ？祈祷師だよ、ハユツクは。しばらく前に本邸の方にフラッと現れたんだけどさ。いや、ちょっと待て。非常に良くない気が渦巻いてて気になったんだって言ったな。最初は驚いたけど。そんなおさんくさい人を招き入れたってこと？だからちょっと待てって。驚いたで済ますなよ、そんなおさんくさいじいさんを。もちろん素性はちゃんと調べたさ。詐欺師の類でも怪しい宗教家でもなかったよ。ああ、そうなんだ。その筋ではそこそこ有名で確かな人だそうだけど、教授も知らないかい？残念ながら初耳だ。しかも耳慣れの名前だな。何人なのかね。国籍や人種はわからないんだよ。怪しいな。素性調べれてねえじゃん。おい、本人が言うにはそんなものは霊魂には関係がないから必要ないとかなんとか。なるほど、一理あるな。納得すんな。おい、あるのは正気かよ。そんなの招いて。本邸になんだか霊的な限りが指しているんだそうだよ。その限りの原因がこの城にありそうだから調べてくれるって話でね。はあ、それをこんな客人たちがいる日に招くかい。ほうほう、陰りとはまだ物騒な。教授、笑顔で言わねえでくださいや。ああ、失敬。しかしそれは確かに専門家に見てもらうのが一番だろう。そう思ってきてもらったのさ。僕はあいにく陰りとかそういうものにもさっぱり気づかなかったし。お前大丈夫か？何がだい？なんで急にそんなうさんくさい話信じる気になったんだよ。なんでって。ん？まだ誰か来ておらん者がいたのかね。これで最後だよ。鳴らしたのは郵便配達か何かじゃなければね。安行きか？そうだよ。安行き、日本人か。失礼します、グラフ、ミカサ様がお付きになられました。ほらね、出迎えてくるよ。ミカサ康之？誰だ？
アルが出ていった扉を睨みつけ、ザックさんは難しい顔で首をかしげる。いやまあそうだよね、身内としては複雑な気分だよな。祈祷師招きました、素性よくわかってないですけどって言われたらね。祈祷師ね、何があったんだあいつは。まあでも何かなかったらそんなの絶対招き入れないよね。本人が説明しておっただろう、本店に限りが指していたと。だからんな歌話をいちいち相手にすることなんぜ今までなかっただろう。今までにもそんなこと言ってきた人っていたんですか？山ほどいるさ、呪われた伯爵家だからな。うん、まあ確かにね。ありがたい壺だの置物だの、とんでもない値段で売ろうとするやつはどこの国にもいるんだよ。ああ、そういう人。その手の詐欺師じゃないことは調べたというのだ、本物なんだろう。悪意はなくてもただの危ない妄想家だったってことも吐いて捨てるほどあっただろうが。なんで今回に限ってすんなり信じてんだ。何か信じるに値することがあったんでしょうね。よほど説得力があったのだろうな。うん、這いつくとのとやら会うのが楽しみになってきたな。教授はアルの説明で完全に納得しているようだが、ザックさんはますます疑わしい顔をする。実際すんなり信じたという方が驚くような内容の話だし、気持ちはわかるな。陰りだとか悪い気だとか、そんなのを信じたくなるような何かがあったってことだろうが。なんだ、ミカサさんの声ですね。なんか揉めてんのかな。彼に会うのは久しぶりだが、相変わらず短気なのかね。ああ、そんな感じの人なんだ。短気っつよりただのひねくれ者だろ。お前より短気でひねくれ者がいるの。困惑ん、ザクさんなんだか困惑してるみたいな顔だな。とぼけるんじゃない、大体は。遠目に行きますかね。あれとは時々まるっきり話が噛み合わねえから、あの人。あ、でもなんかとんでもないとこに招かれたな。まともな人間いねえじゃん。やれやれと言った調子で苦笑して、日和が応接室を出ていく。もう日和まで変なやつに見えてきたよ。ザックさんもちょっと迷ったような顔をしたが、教授も出て行ったので、結局ついていった。一人で残っててもなんだし、僕も行こう。迷うなよ。すぐそことはいえ。それを信用しろと。嘘なんか言わないよ。一人で来てもつまらないから、適当に声をかけたら来てくれたのがこの面々だったってだけさ。もちろん君もその一人だよ、安行。半分ほど開いていた玄関ホールの扉に日和が手をかけて覗く。手前に立っていた執事さんがそれに気づき、すっと鍵が動くように横へ移動した。どんな感じ？あの人がミカサさん？あー、ちょっとなんか元チンピラって感じが。眼光の鋭い痩せ身の男がホールの奥に立っていた。車に構えた格好で線だけを歩い投げてよこしながら不機嫌そうに口を開く。言っておくかな、アルノルト。俺がここへ来たのは、来てやったのは気まぐれでも何でもない。お前が何を企んでるのか気になったから見物に来たんだ。もうちょっと男っ気強すぎるな。中井さん、千恵子ちゃん、企んでなんかないんだけどな。あったらなんだこのメンツは。適当に声をかけたなら当然いそうな何人かかけている。たまたま都合が悪くてね。意図的に外したのではなくてか。もちろん偶然だよ、君の考えすぎさ。随分と楽しい偶然があったもんだ。日和？小声で呼びながら日和を後ろからつついてみる。ああ、あの人がビーガサ安幸さんって言いまして、あるの親戚でさ。正確に言うとザックさんのお父さん、つまり日本の親戚ですから、あるとは血はつながってねえんですがね。なんか今ここに来てる人ってそんなに集まると自然な人たちなの？わあ、いいっすね。なんかクローズドサークルっぽくなってきたね。なことはねえと思うんですが。何がおかしいと思ってるんだろうな、ミカサは。だから言っただろ、安行はひねくれてんだよ。普通にアルノのお気に入りが親戚の中では年の近いのばっか呼んでるだけだとしか思えねえぜ。そうですよね。オウが話してみた感じでもザックさんの言う通りとしか思えなかった。何が不自然だと思ってるんだろう。まあ機嫌を直してくれよ、本当に体はないんだよ。今更帰るとは言わんから安心しろ。言っただろ、見物に来てやったとな。君の期待に沿えるようなことが起きるかどうか保証できないけどね。リーダー、部屋に。
前と同じ部屋なら案内はいらんぞ。忘れるほど複雑怪奇な作りの城でもないだろう。ちょっと癖強そうな人だな。そうかい。なら僕らは応接室にいるから。応接室だな。ああ、あのと。なんだい？お招きありがとう。どういたしまして。来てくれて嬉しいよ。でもなんかダントツで浮いてるね、彼が。ミカスさんは扉の近くに集まっていた僕らなど眼中にないといった態度でさっさと通り抜ける。なんかよくわからない人だな。相変わらず変なやつ。なんで俺らの後ろなんかに隠れてんですかい、ザックさん。会いたくないんじゃないの？うるせえな、苦手なんだよ、安行は。大中で唯一の血縁に向かって釣れないこと言うな、キヌや。廊下の奥から声がして、ザックさんがぎょっとして振り返る。とっくに立ち去ったと思っていたミカスさんが立ち止まってこちらを見ていた。なんでまだいるんだよ。大体その名前で呼ぶなって何度。何が気に入らんのだ、キヌや。祖先の流れ一律継ぐのは日本では名誉なことだと教えてやっただろうが。アンディよりにもよってキヌなんだよ。古臭くて嫌なんだよ。俺は好きだけどね、キヌやって名前。興奮と言わんか。贅沢なやつだ。器の小さい男は大成せんぞ、キヌや。連呼すんな。だからお前は嫌いなんだよ。そうか、残念だ。俺は結構お前が気に入ってるんだがな。あ、でもあんまり悪い人じゃなさそうだな。気に入らんでいい。なんでこんなところに集まってるんですか？ちえちゃん。え、ああ、ちえ子。晩ご飯ですよーって。あ、みーさん来てはる。いたのか、中井。はい、中井ちえ子、日本より出張参戦中であります。何もやらかしないだろうな。あ、大丈夫です。いまだ一枚の窓も割らず、カーテンも燃えてません。カーテンが燃えるって何したら燃えるんだよ。そもそもないものをどうやって破壊する気だったんだ、お前は。器用にも程があるぞ。あ、でもあんまり思ってたより悪い人でもなさそうだな。大丈夫ですってば。さあさあ、取ったら荷物置いてきてくださいよ。晩ご飯ですよ。わかったわかった。そう言ってミカスさんはふらりと廊下の奥へ姿を消した。くそ、相変わらず嫌なやつ。皆さん食堂へどうぞ。はいはい、行きましょうや、ナゴさん。うん。千恵子さんってミカスさんと知り合いだったんだ。ミーさんは中井がもともと働いてる日本の別荘の方によく遊びに来てくるんですよ。はっきり言って変な人ですけど、見た目ほど怖くないですよ。もう変な人しかいないからね、この空間。そう、ナゴム日和含めて変なやつしかいないから。さ、食堂へ。スイさん料理上手なんですよ。すっごいですよ。あ、ティーロさんが作ってんの？スイさんが作ってるんだ。大変だな。ティーロお手製のご飯か。なんか、料理の名前めっちゃ長そう。うわ、なんかすごいごちそう。そらそうでしょ。この食堂で適当な飯食えんよ。見ているだけで気遅れしてしまいそうな食事がテーブルにずらりと並んでいた。映画みたいだな。ゲームだけどね。邪魔だ。ああ、すいません。部屋から戻ってきたらしいミカツさんが入ってきていたが、僕が邪魔で通れなくなっていた。ん？誰だお前。はじめまして。一柳なごむって言います。日和の。お前がか。は？ミカツさんは僕の名前を聞いた途端、ほんの少しだけ興味を惹かれたような声を出した。そのまま遠慮のない視線でじっと僕の顔を見て、これナゴムの役割何なの？なるほど、既存の名探偵のイメージをぶち壊すには十分だな。日和は何かまた大げさなこと。大げさでもないと思うがな。見た目はとても名探偵には見えんと言っていたから、どう見てもその通りだと思うが、違うのか？いえ、名探偵っていうのも大げさなんですが。つまらんやつだな。そんな面白い肩書き欲しくても手に入らんのだから、もらっとけ。ああ。差し上げたいです。似合わないです。いや、難しいな、この人との会話。欲しくないです。似合わないです。でも、正直、似合わないですから。まったくだな。はい。だからどうした？え？
お前はどう見ても三毛猫じゃないし、形の崩れたおかま帽もかぶってない。おがみ屋でも占い師でもないだろ。まあ。名探偵は全員下手くそなバイオリンを弾きまくらなきゃならんのか。そんな決まりはないだろうが。この人ミステリーマニアだな。似合う似合わんの問題じゃないんだ。世の中には運だけで事件を解決してしまう物騒な探偵もいるんだぞ。自力で頭を使って解決しただけ、お前はまだマシな方だ。そうですか。そうなんだ。自覚しろ、自覚。はい。あ、でも本当に悪い人じゃなさそう。ああ、あれだろ。今のお前は。着慣れない服を着て服に着られてる田舎者みたいなもんだろ。着られてる？自分の人生に関わりがあるとは夢にも思ってなかった肩書きに気遅れしてるんじゃないのか。めっちゃ喋るじゃん、ここで。あ、そういうところはちょっとあるかもしれません。慣れておけ、今のうちに。なんすか？今回もなんか解決しちゃうってことですか？慣れてって、あんなことそうそうあるわけが。甘いぞ。え？俺の知り合いに交番勤務の警官がいるんだがな。近所でちょっと物騒な事件が起きたことがあって、それを解決したのが警察でも何でもないやつだったんだが、その後何か取り付いてるのかというぐらいの勢いで、そいつの周りで事件が連続して発生したそうだ。え？寄ってくるんだ、ああいうのは。一度そういう体質になるとなかなか戻らんものらしい。探偵体質だ。体質？まあミステリー結構そういう話あるよね。そういうキャラだとか。向こうから事件が寄ってくるみたいな。まあ死神だよね、要は。お前はとっくにそういう体質になってるとしか思えないんだがな。このなんだ、この城のメンツを見てそう思うのかい？なんでですか？こんな物騒な城に来てる時点でもうダメだろ。何か起きるなら巻き込んでくださいと言ってるようなもんだ。ミカサさんは本当にここで何か起きると思ってるんですか？何事もなかったらつまらんな、わざわざ来たのに。起きてほしいんですか？シャレで済む程度ならな、起きた方が面白いに決まってる。え、シャレで済むなら、起きたらどうします？面白くないです。まあ、シャレです。難しいね。起きたらどうします？本当に何か起きたらどうします？お前こそどうするんだ、名探偵。どうって。幽霊退治なんてしたことないんだからな。大体の人はないでしょうね。幽霊？この城で他に何が起きると言うんだ？殺人鬼が立てこもるとかか？冗談じゃないですよ。どちらの可能性が高いかといえば、白因縁絡みの怪奇現象だろうよ。正直オカルトは専門外なんだ。困ったな。オカルトは専門外って言い方的には他は何か長けてるってこと？僕もまるっきりダメなんですけど。まあなんとかなるだろう。どこの名探偵でも一番呪いだの幽霊だのに遭遇するもんだ。そうなの？何？ミステリー作家か何か？あなた。できれば遭遇したくない。この人の肩書き分かんないもんね、まだ。ミカスさんは幽霊っていると思うんですか？お前はサンタクロースを見たことがあるか？は？え？俺は残念ながら見たことはない。僕もないです。ならサンタはいないのか？それは。おそらく大抵の人間はそんなもの信じるのは子供だけだと答えるだろうな。ならどうして大抵の人間は見たことがないであろう幽霊は大人でも信じてる奴が大勢いるんだ。不公平な話だと思わんか？不公平ですか？そうだ、不公平だ。幽霊がいるならサンタクロースもいるべきだ。どちらかしかいないというのは不公平だろう。変わった人だな。なんだかすごい理屈だけど、そう言われるとそうなのかもとも思えてくる。だから俺は幽霊はいると思う。どう解釈すればいいんだ、今の話は。サンタはいるといいですね。サンタはいてほしいんですね。サンタはいるといいですね。サンタはいてほしいんですね。サンタはいるといいですね、かな。サンタはいるといいですね。だから片方だけというのは不公平だと言ってるだろう。まあ、いていい、困る生き物ではないから、いてもいいんじゃないか。幽霊は、時々困るっていうか、怖いんですが。なのに幽霊の方が存在を認められてるというのは不公平な話だろう。公平不公平にえらい敏感だな、この人。そういえばそうですね。まったく世の中にはバカが多くて困る。なんだか憤慨している。サンタクロースに関して何か辛い思い出でもあるんだろうか。あんまり深くは聞きたくないけどね。あら、二人ともなんだってこんなところで話してるの？ああ、なんかクレア久しぶり。ああ、先生。
この小さいのがここで呆然としてたんだ。すいません。小さいのはないでしょう。安幸は相変わらずね。名前を忘れた。一柳なごむです。覚えてたら呼んでやる。あまり期待するな。じゃあな。ああ、結構好きかも俺この人。へりくつ野郎ではあるけれど。ああ、はい。そっけなく言って、ミカスさんは適当な席に向かった。ちょっとクライスさんを彷彿とさせる。さあ、ナゴムもいらっしゃいな。ディーロの料理の腕は抜群よ。はい、すごい豪華ですね。クレア先生に手招きされてテーブルへとついていく。席に着く、みんなの周りをメイドさん二人が忙しそうに動き回っていた。一柳様、こちらへどうぞ。ありがとうございます。みんな遠慮なくって今更言うまでもないよね。遠慮そうなメンツは誰もおらんじゃないか。うん、気楽でいいな。ミカさんはまだこの人選に不信を抱いているのか気に食わなさそうな顔だった。アルはさして気に留めない様子でワインの注がれた手元のグラスを取り上げる。では今日は遠いところを来てくれてありがとう。楽しい休日を過ごしてくれ。プロジット。最後の乾杯だけはドイツ語だった。それは何かの映画で見た覚えがあったので理解できた。みんなそれぞれにグラスを持ち上げ答えると食事が始まった。この乾杯っていう文化はどこの国にもあるのはすごいよね。いいよね。おや、一人足らんのじゃないかね。しかしふとナイフを持った手を止めて教授がテーブルを見渡す。はゆつくし。なんでだよ、全員いるじゃねえか。もう一人おるはずだろう。はゆつく殿はどうしたのだ。ああ、祈祷師か。そういやいれえな。彼なら残念ながら食事はもう済ませてきてしまったそうでね。今のうちに調べておきたいことがあるからって城の中を見て回ってると思うよ。なんか不穏だな。そうか、残念だな。早く話してみたいのだが。ほら、アルノルト。なんだい。なんだその祈祷師って。ハユツクと言うんだよ。少し前本邸の方に。そう言ってアルはさっき僕らにしたのと同じ説明を繰り返す。ミカさん、また怒り出すんじゃないかな。玄関ホールの時みたいな調子でアルに噛みつくんじゃないかと思わず緊張してしまう。しかし予想に反してミカさんの表情は平然としたままだった。ふん、なんだその反応。同じく拍子抜けしたらしいザックさんが怪訝な顔でつぶやく。なんだと言われても他にどういうリアクションをすればいいんだ。集まったメンツが変だとかわけわかんねえこと言ったくせに祈祷師はいいのかよ。冒頭から変だからだ。一人くらい増えたってもうかまん。なんだそりゃ。祈祷師ね。先生はもうハエツクさんには会ったんですか。さっき廊下で会ったわよ。なんだか魔法使いみたいな格好のおじいさんでしょ。ああ、夢じゃなかった。ああ、そんな感じの人です。確かに魔法使いか。仙人みたいな格好でしたよね。変な杖持ってたし。何か話したのかね。挨拶しただけよ。グーテンアベンド。ドイツ語ですか。え、私は英語で話しかけたけど向こうはドイツ語だったわ。ああ、喋ったんだ。それだけですぐすれ違って私はこっちに来ちゃったけれど。やっぱ俺らが話しかけた時は日本語だったから聞き取れなかっただけなんですかね。そうかもね。ちょっと離れてたし。けどドイツ語で返事したならやっぱりこっちの人なのか。彼はどこへ向かっていたのだね。あなたの大好きな地下の礼拝堂へ行ったみたいだったけど。ほほう、やはりあの場所には何かあるのか。じっくり話を伺いたいものだ。城の調査で来てるなら一応お仕事なんでしょ。邪魔しちゃダメよ、ビンス。もちろんだと。そんな無粋な真似はせんよ。しかし見学させてもらえれば嬉しいのだが。しょうがない人ね。クレア先生は教授を見ながらおかしそうに苦笑する。ザックさんは先生は幽霊なんて信じないって言ってたけど教授とは仲良さそうだな。どうしました、ナゴさん。なんか手が止まってますが。え、ああ、なんでもないよ。ちょっとぼーっとしてた。緊張してるんですかい。ああ、うん、そうじゃないよ。大丈夫。ならいいんですけどね。なんか心配されてるような気がする。黙ってるのがいけないのか。誰かに話しかけてみようかな。あー、誰と話す。通常はメニューの話すコマンドでその場にいる人から話を聞きます。
カテゴリーの中から聞きたいキーワードを選ぶとそのことについて質問できます。これまたあんのか。いやまあそらそうだろうけど。一つのキーワードは一度ずつしか聞けません。また状況の変化なので聞いていなくても消滅することもあります。状況の変化なので聞いていなくても消滅することもある。ほほ。これは、なるほどね。いろいろ選べるってことか。ああ、でもまあこの6人ってことだよね。まあ日和と喋ることはないだろうから、まああるは喋っておきたいよね。物品、物品って今なんかある？弾痕、ああ、弾痕ね。弾痕は聞くのはありかもしれない。人名、ハユツク、ヴィンセント、ティーロ、クレア、ジョージ、北早見涼介、ルロイ伯爵。あると話すんだったら、礼拝堂についてちょっと話してみる？それか、ちょっと待ってね。一通り見させてね、キーワード。噂、城の伝承、幽閉少年。いやー、この辺はあんまり、でもまあ今多分大した話は落ちないよね。とりあえず礼拝堂について聞いてみるか。礼拝堂。ここの礼拝堂って普段はあまり使ってないの？そうだね。教授はお気に入りだから彼がいるときは開けてあるけど、信心深い人でも地下深くにあるっていうのはなんだか近寄りがたいみたいで。まあ、そうだろうね。不気味だもんな。教授はそこがいいみたいだけど。まあ、そんだけか。ちょっと、ミカサさんとも喋りたいけど、今でも、何を話すんだって感じではあるよね。まあでも慣れておかないとね、このシステムに。物品、弾痕、お酒、紅茶、日本茶、人名、場所、礼拝堂。そうだなぁ、メンツについてなんであんなに怒ってたのかとか、ちょっと気になるけどね。城の伝承とか聞いてみる？城の伝承。この城って怖い伝承がいっぱいありますよね。初代が車椅子し、どこかに生贄の少年が幽閉されてて、その母親の幽霊が出る。いっぱいか？そんなに多くないだろう。それだけあれば十分怖いですよ。そうか、もののけの類が住み着いてるとかというのが寂しくない、なんて、もののけの類が住み着いてるとかいうのがないと寂しくないか？これ以上増えなくていいですよ。ヘサランパサランくらい住んでたっていいじゃないか。ああ、もしお幸せな話ですけどね。なぜがっかりしてるんだろう。ちょっとこの人の素性わかんないな。ミカサさんいっぱい喋りたいけどね。一応クレアとも喋っとくか。クレア。でもクレアと何話そう？人名。そうだな。ミカサについて。ミカサさんとは昔からお知り合いなんですか？まあ、そうね。その割には一向に歩み寄れる気配がないんだけど。どうして会うといつも喧嘩になっちゃうのかしら。困ったもんだわ。そんなによく喧嘩するんですか？喧嘩とも言わないのかもね。大抵私が一方的に怒ってる感じなんだもの。まあ、その、三笠さんの喋り方って結構独特というか。まあ、教授よりどっちかっていうと変人感あるよね。そうなのよね。口が悪いだけなのは分かってるんだけど。私も短気なのかもしれないけど、安い気ももうちょっと社交性っていうものを学ぶべきだと思わない？まあ社交性はなさそう。昔からああなんですか？まあ私が覚えてる限りは初対面の時からああだったわ。そうなんですか。小学生かの時から、とかの時からあんなんだったんだろうか。これみんなのプロフィールってさ、見れたりしないのかな？見れなさそうだな。安幸くん。安幸くん、ちょっともう一回話していい？物品。弾痕ちょっと聞きたいよね。あるに聞いてみるか。人名、アルノルト、イザーク、ハユツク、ミカサ、クレア、チエコ。チエコとは親しそうだったけど、場所。礼拝堂についてって聞いてないよね。幽閉少年。ああ、選んだからか。幽閉少年について聞くよりは、礼拝堂について聞きたいかな。礼拝堂。礼拝堂なんですけど、なんで最下層にあるんでしょう。意表をついてみたんじゃないか。何のために？
そんなもん知るか、初代に聞け、初代に。おっしゃる通りですね。じゃあちょっとアラ喋ろう。あれ、もう終わり？あ、会話フェーズ終わっちゃった。食堂には段々食器の奏でる音よりもざわめきの方が多くなる。ジェイコさんやクレア先生が、褒めていた通り、しずいさんの料理は素晴らしく、すっかり堪能してしまった。ねえアル、そろそろ応接室に移動しない？扉の向こうでお皿を洗いたくてうずうずしてる気配がするわよ。はあ、そうだね。じゃあ向こうで食後のお茶にしようか。アルがそう言って席を立ち、僕らもそれに続いた。この人数だし片付けも大変だろうな。まあ、飲食店に比べたらどうってことないんじゃないの。肩越しにテーブルの方を振り返ってみると、メイドさんや羊さんだけでなく SP のジョージさんも皿を運んでいた。ジョージ優しいな。やっぱり大変らしい。全員が応接室に移動すると、いつの間にか現れた羊さんがお茶を入れてくれた。ティールは気が利くね。いや、まあ、それが仕事なんだけど。さっき食堂で皿を運んでる姿を見たのに素早い人だ。どうだった、ナゴム。食事は口に合ったかい？うん、すごく美味しかったよ。スイさんって料理うまいんだね。何でもできるんだよ。ディーターは器用なんだ。そういうアルは自分のことのように誇らしげだった。ディーターのことが好きなんだな。兄弟当然に、同然に育っただろう、育ったそうだし、家族を褒められてるのと同じ感覚なんだろう。アルの、あのじいさん、まだ城の中うろついてんのか？ああ、早速かい。さっきリーダーに来られそうなら来てくれって伝言頼んだよ。おお、それは楽しみだ。ホクホクした顔でうなずく行事と、その向こう、壁のそばで、話も聞いていなさそうな顔のミカサさん。ミカサさんはなんだか、何事か考えているようにも見えた。ねえ、ヒョリ、さっきハエツクさんがサロンに入っていたのも何か調べてたのかな？そうなんでしょうかね。一通り見て回ってたんだな。何を見て回ってるんだろう。幽霊がいるかどうか。夕食前の時間から出るもんなのかな。幽霊っているとしたら四六時中いるでしょ。少し食べ過ぎたかしら。眠くなってきちゃった。すぐ寝ると太るぜ先生。そうよね、せめてお風呂には入らなきゃ。食堂の片付けが済んだらすぐに用意してくれるはずだから、できたら呼びに来てくれるよ。ありがたいわ。バスタブで寝ちゃわないように気をつけないと。お、は、わ、え、な、何？唐突に部屋の明かりが消え、クレア先生の驚いた声が響く。ガタッと誰かが立ち上がったのか動いたのか物音がするが、真っ暗すぎて何の音かわからない。なんだろう。どうなってんだ、停電か？スイッチどこだ？扉の近くじゃないの？ナゴさんいます？あなた動かねえでくださいよ。近くにポッとあるし危ねえから。うん、大丈夫。日和の声はするけど、どこにいるのか全然見えない。けど言う通り動かない方がいいよな。ディーター、何が起きたんだい？扉の音？アルが出ていったのかな？しかし音だけで廊下の明かりらしきものは見えなかった。停電だとしたら城中の明かりが全て消えてるのか。このような奇怪な現象は初めてだ。嬉しそうに言わないでよ。怨念が強くなってきておるの。だからって、誰？聞いたこともない声だった。枯れ木か何かが口を聞いたかのようなしわがれた声。お、誰かが死をさまようておる。何かとはなんだね、霊かね。そこに食いつくな。誰だよ、変なこと言ってんの。誰、何？はいはい、ナオさん落ち着いて。だって誰だよ、誰かいるよ、知らない人が。ああ、着いた。あ、消えた時と同じぐらい唐突に明かりがついた。一瞬ポカンとしたが、全員打ち合わせたかのように室内を見回す。何だったの？クレア先生は驚いて目を丸くし、安堵のため息をついている。あれ、さっきの誰だよ。誰もおらんな。ザックさんと教授は不審げに眉を潜めていた。ミカサさんは室内を見渡していた視線をみんなからそらして黙り込んでいた。
日和。誰も増えてないですね。アルとティエロさんはいませんが、室内には見知らぬ人が増えるどころか、アルと執事さんが減った状態で僕らだけが立ち尽くしていた。みんな大丈夫かい？アルノ、何だったんだ今のは。よくわからないんだよ。今ディーターが制御室で点検してるけど。謎の停電か。謎だかどうだかまだわかんねっつってんだろ。アル、今入ってくるとき誰かここから出ていきませんでした？え？日和の言葉にアルは首をかしげ、他の僕らはハッとしてアルに注目する。いや、誰も出てこなかったし、廊下にも誰もいなかったと思うけど。ちょっと待て。じゃあさっきの声は？声？ここに誰かがいたのだよ。我々の誰でもない声で話す誰かが。誰かって誰だい？それがわかんねえから不気味なんだろうが。なんかそのおじいさんっぽい声だったんだけど。つまり正恵伯爵かね。なんでそうなるんだ。思い切り日本語だったろ。おお、そうだった。初代は多分日本語は話せないと思うよ。じいさんってことはあいつじゃねえの、あの祈祷師。言われてみれば廊下で会ったとき聞いた声に似てた気がするわ。おお、なるほど。ハイツク殿だったのか。待て待て、納得すんな。なんでわざわざ停電の最中に来て不気味なことだけ言って去っていくんだ。不気味なことって？怨念がどうとか何かさまよってるとか。霊の動きが活発になってきてると警告に来てくれたのではないかね。警告なら普通に来いよ。自分が幽霊みたいなことしてどうすんだよ。クレア、その声は間違いなくハイツクだったのかい？一度しか聞いてないし、はっきりとは言えないけど、そうだと思うわ。そもそもこの城にじいさんってあの人しかいねえんじゃねえですかい？そうだよね。だったらハイツクだったんだろうな。応接室へ来てくれとは伝えてるはずだけど、どこ行ったんだろう。今度から登場するときは演奏は控えめにしろって言っとけよな。そういえば彼の部屋は2階のどこなんだね。2階の一番北の部屋だよ。ナゴムの隣だね。なんで怖いな。アトリエが気になるって言ってたから昼間はそっちにいるかもしれないけど。アトリエ。アトリエだ。あんなほとんど普段は開けてもねえ部屋にか。まあ開けてないけど一応掃除はしているし。そうかもしれねえけどよ。やっぱり変わった人だったみたいね。実に興味深い。ザックさんはますますハイツクさんを不審に思ったようで、まだ文句を言い足りないように口を曲げる。けどミカサさんは何も言わないな。何か起こった方が面白いって思ってるからね、この人は。仏頂面は変わらないけれど、変なことが起きて不機嫌というのは何か違う気がする。アルが戻ってきた時も何も聞かずに黙り込んだままだったし、やっぱり何か考え込んでるように見えるけど。失礼します。ネリーちゃん。控えめなノックの音とともにネリーさんが顔を出した。室内でなぜか立ったままの僕らにキョトンとした表情になる。いやあネリー、どうしたんだい？はい、グラフできたの。お風呂です。なんか違うぞネリー。え、違うますか？あら、わかるわよ。お風呂もう入れるのね。はい、入る、いいです。ほっとしたようにうなずくネリーさんに微笑みかけて、クレア先生は僕らに向き直り尋ねる。先に入らせてもらっていい？さっきから眠いのよ。ええ、もちろん。いいですよ。タママンともレディーファーストだ。部屋に風呂はついてねえの？俺はまだ飲み足りねえしな。ネリー、ワイン持ってきてくれよ。部屋の方にな。ワイン、わかりました。コクンとうなずいてネリーさんが応接室を出ていく。安行きは構わない。構わんぞ。話を聞いてないんじゃないかと思ったら、ミカスさんはこちらを見ないだけであっさり返事をした。オーケー、みんな紳士ね。ありがとう。それじゃあお先に。おやすみなさい。ああ、おやすみ。これは今夜は何事もなく過ぎるのか。イザークも部屋に戻る。僕は開けてやらねえとティーロが片付けられねえだろう。部屋で飲むよ。
それならということで、なんとなくそのまま解散することになった。一人になりたくないな、なんか。結局停電とかハイズクさんのことはうやむやになってしまったままだけど。部屋に戻る流れ。アルは一応執事さんに制御室の状態を聞いてくると上に残り、僕らは地下2階へと降りた。なんだかきな臭くなってきましたね。ぽつりと隣で日和がつぶやく。しかし言葉の割にそれほど神妙な顔つきでもなかった。けどまあ、ナゴさんは名探偵だから大丈夫か。どこが大丈夫なんだよ。変な期待するなよ。てかこれ今起こってることと名探偵一切関係ないでしょ。それよりさっき言ってた会って説明するって話は？ああ、そうでしたね。じゃあちょいと俺の部屋へ来てくださいや。お邪魔するわよ。日和の部屋は僕の部屋とかなり内装が違っていた。そうかな。少し広いような気もするし、部屋の奥には作り付けのクローゼットらしき扉もある。元は客間じゃなかったのかな。それか長いこと滞在する人のための部屋とか。まあその辺に座ってくださいや。うん、それでどういう話？いや、それがですね、この件は他言無用でお願いしますぜ。え、ああ、うん、わかった。実はあるんとこに最近脅迫状みてえなのが届いてるそうで。はあ、穏やかじゃないね。脅迫状？いきなり思ってもみなかった単語が出てきて、すんなり頭に入ってくれなかった。脅迫って何それ、大事じゃないか。もちろん大事でさあね。一体何を脅迫されてんの？言いがかりでさ、あるは伯爵にふさわしくねえとか、そんな内容だとか。ふさわしくない？ほら、ザックさんの親父さんの容姿だって聞いたでしょ。ああ、うん、なんか複雑そうなことは言ってたけど。先々代、あるのおじいさんにあたる人の奥方は日本人だったんですけどね。キノコさってんです、ってんですか。その人があいにく子供に恵まれませんでして。はい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 。それでザックさんのお父さんが養子に？けどなんで母方の、しかも日本の親戚から？こっちの親戚筋にもちょうどいい男子がいなかったっていうのもあるんですが。まあ半分以上は日本びいきの先々代がご利用しした感じらしいですね。けど結局爵位はそっちに行かなかったんだよね。養子を迎えたほんの2年ほど後に側室さんに子供が生まれたんでさ。どっちを後継ぎにするかで、そりゃもう一族挙げてる大揉めが何年も続いたそうですが、結局蹴りがつく前にザックさんの親父さんの後ろ盾だった当の先々代が亡くなっちまいまして。じゃあその側室の子供が先代伯爵で、あるのお父さん？そういうことです。まあそういう経緯ですから、ザックさんの親父さんが腐るのも無理はねえんですが。はあはあ、それはなんかちょっとややこしい話だね。まあ脅迫状が来てもおかしくない内容ではあるな。うん、ちょっと気の毒だね。日本からこんな遠い国まで呼ばれてきたのに、その結果じゃあな。カテゴリー人名にキヌコが追加されました。なるほど。まあこの話は事件の結構キーになりそうだよね。じゃあそのアルに脅迫状を出した人は、それが気に入らなかった人？それがどっちとも取れそうな書き方らしいんですよね。どっちともって？養子に迎えた人を差し置いて継いだからふさわしくねえってのか、もしくは養子に迎えた人を差し置いて継いだから、側室の血筋だからなのか。ああ、まあどっちとも取れるね。でも他に後継げる人いなかったんじゃ？そうなんですけどね、本家筋はもう耐えたんだから断絶しとけとも取れる、受け取れるんで。はあ、ああそういう意味か。じゃあ誰かに爵位を譲れとか、そういう内容じゃないんだ。そうなんですよ。だからどうして欲しいんだかよくわかんねえんだそうでね。ああ、ただお前がふさわしくないっていう話なんだ。ただ事情知ってる人たちの間ではやっぱりザックさんの親父さんは疑われてるようですが。そんなことしそうな人なの？しねえと思いますがね。爵位継ぎ損ねたなんて愚痴ってんのも身内相手の、ね、持ちネタみてえなもんで。はあ、まあ、ザックのお父さんって聞くからにはなんかザックバランな感じの人が出てきそうだけどね。今更本気で爵位で伯爵になりてえと思ってそうな感じでもねえんですよ。じゃあ逆にそっちを疑ってほしい人の仕業とかかな。可能性はなくはねえですね。お家騒動を起こしたい誘拐犯とかね。なんかその方が可能性高い気がするな。いやでももっと複雑な話なんじゃない？直接何かされたとか、襲ってきた
とか、襲ってきたとかってのは今んとこねえんです、ねえですしね。まあだってワンの時も雨越の館の時もこんなのわかんねえよっていう複雑な話だったからね。なんかあってからじゃ遅えんで、休暇中こんなとこまで引きこもってきてんですがね。ああ、そっか。ここなら死なない人は入れないよな。ええ、そうです。具体的な被害は何も出てねえんで、で、下手に警察沙汰にもできねえし。あるの立場上、下手に騒ぎにすると必要以上に大騒ぎになるのだという。あるわな、見ればわかると思いますが、国内ですげえ人気があるもんですから、ありそう。マスコミやら世論やらは過剰反応するでしょうし、何より犯人探しを政治的なアピールに利用したがる輩が大勢いるでしょうしね。ああ、そういうもんかい。なんか単なるいたずらだったとしても、ただことじゃ済みそうにないね。最悪魔女狩りみてえなことになりかねねえんですよ。だから公にはしねえで、内々に犯人突き止めてこっそり処理したいってわけです。そっか、それはその方がいいのかもね。調べるのはその本邸だっけ？そっちの方でやってるの？一応そっちでもやってるらしいです。そっちでも？こっちはこっちで相談されてますからね。ああ、だからナゴムの出番ってことなのかな？ちょっと待って。なんか犯人見つけるいい方法思いつきません？だから待てって、何を期待してるんだよ僕に。そういう話でしょ？さすがに犯人捕まえてくださいとは言いませんや。ただ何を考えてどういうつもりで脅迫状なんか出してきたのかがさっぱりわかんねんで。僕にだってわからないって。なんか思いついたらでいいんですよ。それはここじゃほとんどついでの用事ですからね。あくまで目的は休暇です。本当に？本当に？アルもそう言ってましたから大丈夫でしょう。ただこの件はさっきも言いましたが、俺とティエロさんぐらいしか知らねえ話ですから他言無用でお願いします。ってなんでむしろ日和は知ってんの？うん、それは分かったけど。ああ、でもそうか、それでうちにいい名探偵いますぜっていう話になったのかな。なんで僕にまで話すんだ。抗議しても多分聞かないだろうから言わないけど。ああ、それとね、まだあるの？ちょいとこれの使い方説明しておきますんで。なあ、何、新システム？これ？パソコン？カテゴリー物品にパソコンが追加されました。机の上にノートパソコンが置いてあった。日和はすでに起動していた。それを操作しながら手招きする。データ放り込むだけ放り込んで、まだ整理してねえんですけどね。何のデータ？この城とかルロイ家とか初代伯爵にまつわる話とか、まあいろいろ。ああ、何これ、書斎みたいなもん？今回の何に使うんだよそれ。これをクリックして起動させますとね。はい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 、流すなよ。だから何使うんだって。辞書みてえなもんだと思ってください。調査メモか。辞書？友達にこういうの得意なのがいるんで作ってもらったんです。単語入れるとデータの中に引っかかるのがあれば勝手に拾ってきて追加してくれるんだそうで。なんかすごいのか単純なのかわかんねえな。組んでる時試しに入れたデータ消し忘れてるとか言ってましたから、関係ねえデータも入ってますかね。いやそれ迷惑だな。へえ、なんか便利そう。自分でデータ入れて項目増やすこともできますから、この新規ってのを押して。ほーん、ちょっと触ってみます。はい、どうぞ。選択したキーワードに関してのデータを表示します。新しいキーワードを入手した状態でパソコンを使用すると参照できるデータが増えていきます。はい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 。話すコマンドと違い、データは何度も参照できます。消えてしまうこともありません。ほんと？任意移動中、日和の部屋でパソコンを選んだ時のみに閲覧可能です。あ、まだやらしいシステムだなこれ。はい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 。あー、でも結構なんかいろいろあるよこれ。全部読んでたら死ぬわ。アイジーヒデリア、別名氷の棺と呼ばれる城。湖の真ん中に建てられたその城には、かつて悪魔を身をもって封じたとされる女男爵、女男爵を祀るために城自体が墓標になっているという伝承がある。ああ、またこれもルロイなのか。オカルトで有名なルロイ伯爵が建造したという噂もある城だが、実際に存在するともしないとも確認されていない。ただ現ルロイ伯爵所有の国外敷地内にそれと重しき湖と建物が存在するのは航空写真より確認されているが、現当主はそれを否定しているようだ。あー、今んとこなんか欲しいもの、見ときたい。黒魔術。
悪魔の力を用いた秘術、ルロイ家の初代伯爵はこの術を使えたと伝えられている。なるほどね。失楽関係ねえな。聖書古釈、タロットカード、あ、なんかタロットカードとかは使いそうだな。ドラゴン使います。でも今さすがに呪いは死なず、なんかあった気がするな。これは高藤炎治郎ね。はい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 。バベルの塔、まあでもなんかこう眉唾というか、なんていうか、あれだな。魔人ミノタウロス、モーセの10回、ちょっとなんか神話の話とかが多いのかな。黙示録とか、ヤギ男とかね。ちょっとあの日暮らしじゃねえや、海猫に出てきそうな単語がたくさん出てくるね。まあまあまあ、ええわ。とりあえず大丈夫です。いや、ちょっと待って。だからこれを僕にどう使えって？この珍しさで思わず言われるままに触ってしまったけど、何をさせるつもりなんだ、ひより。ああ、そうそう。容量は大丈夫だと思いますが、一応こういうのもありますんで。僕の話聞いてるって何これ？メモリカードってやつです。これでもデータ保存できますから。ひよりって意外とパソコン使えるの？はあ、最近はフロッピーディスクとかじゃないんだな。何年前の話だよ。いや、だから、ひより？ひよりいる？はい、空いてます。我に帰った途端、扉の外からクレア先生の声が聞こえた。お風呂上がったの？こんばんは。あら、名古屋いたのね。お風呂空いたからどうぞ。ああ、それはどうも。それじゃあね、おやすみ。ナゴさん、お酒にどうぞ。思いっきり話すと話取らしてるだろう。いや、そろそろ眠いんじゃねえかなと思いまして。期待されたって無理なもんは無理だからな。はいはい、分かってますよ。どう見ても分かってないけど、もう反応するのも疲れた。おやすみ。あ、お風呂。はあ。ちょっとため息をついてしまってから、ノロノロと服を脱いで浴室へと入った。わー、でけえ風呂だ。え、なにこれ、クレア先生が入った後の？クレア先生の出汁が染み込んだお風呂ですか？お風呂は広くて気持ちがいい。浴槽ものびのびできるし。ガクトンチじゃん。地下に埋まってるっていうのも何時間もいると慣れちゃうもんだな。最初に感じたような胸苦しい圧迫感はもう消えていた。さっきの停電の時はちょっと焦ったけど、今は普通に明かりついてるし、この状態で停電とか起きたら俺はもう吐くね。なんかどうにかして頭をそこら辺にぶつけたりして気絶するまで頭ぶつけそう。今ここでだけは明かり消えないでほしい。言うな言うな、そういうことを。消えるぞ。いや、変なこと考えるな。怖くなってくるから。一人でお風呂正直嫌だよね。なんすか？なんか足音が聞こえたような。廊下を誰か歩いてるのかな。え、でも廊下ってあっちだよな。どう考えても違う方向から聞こえるような。気のせいかな。通風口か何かを通してどこか違う場所の足音だけが響いてきてしまっているだけ。だったら外か。ここは地下なんだから通風口とかあるなら、その先は地上に通じているはずなわけで。地面を歩いてる足音には聞こえなかったし、そもそも誰がこんな夜中に谷底を歩くんだ。やっぱり聞こえるような気がする。え、なんか隠し通路みたいなのがあるんじゃないの？出よう、もう出よう。きっと気のせいだけど、なんとなくもう出よう。なんかミステリーではありがちだよね。城とかに隠し通路みたいなのがあるっていうのは。大丈夫大丈夫。だって幽霊って足ないし、足音とかしないし。いやー怖い。雨越しの時よりもちょっとホラー味が強い気がする。だからきっと視界の端に人影が映って悲鳴を上げるところだった。悲鳴上げなかったのがすげえわ。誰？え、あー、なんだ、ザックさんとネリーさんだ。廊下の奥の方で二人で何やら話し込んでいる。なんでこんな時間に廊下で？あれ、何か揉めてるのかな。え、ワインが美味しくなかった？ザックさんに何か言われているネリーさんがしきりに首を振っている。途切れ途切れに聞こえてくる声はドイツ語らしく、何を話しているのかはわからない。あ、盗み聞きしちゃダメだな。わからなくても黙って聞いてしまうのはまずいだろう。何か揉めてるみたいだし、見つからないうちにそっと離れよう。
ネリーさんには見えてそうだけどね。いや、今回 3D 移動がなかなか多いのよ。ヒオリ？はいはい。上がったよ。次どうぞ。はい、どうも。それじゃあおやすみなさい。うん、おやすみ。え、ヒオリと一緒の部屋がいい。寂しい、一人で寝るの。寂しい、やだ。これ明日なんか起こるのかな。部屋に戻ると早々にベッドに倒れ込んだ。はあ、なんか眠いんだか眠くないんだかよくわからない。時差ボケとかもあるだろうしね。体は疲れてるような気がするけど目は冴えている。いろいろあったから神経が興奮してるのかな。治療は埋まってるし停電するし変な祈祷師さんはいるし、おまけに脅迫状とか。何も起きなきゃいいんだけど。何も起きないわけねえだろうが。ゲームだぞ。ん？なぜか居心地が悪い気分になり身を起こした。やめてよ、怖いから。何？ん？なんだろう。別に部屋の中には何も変わったことはなかった。何かいらっしゃいます、もしかして。さっきみたいに足音が聞こえたような気がするなんてこともないし。あ、仮面？なのになぜかさっき一瞬妙に落ち着かない気がして。なんでだろう。落ち着かないっていうか、何かを避けたいような。何か視線。思い当たった途端背筋がゾッとした。そうだ、今のは誰かにじっと見られてるような気分だった。誰もいないのに。え、なんかこの外回りの、この部屋の外回りに通路があって、この仮面から部屋の中の様子見れるようになってたりとかするんじゃないの。なんかそんな感じの小説読んだよ俺。いないように見えるんだけど。いや、いないから。僕には見えない人とかいないって。多分ね、寝よう、もう寝よう。あ、寝ましょう。あ、怖い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 。そうだ、やっぱり疲れてるんだ。長旅だったし、いろいろあったし、もう寝た方がいいんだ。なんかその小説も視線を感じるみたいな描写あった気がするな。あたふたと何かに追いかけられてでもいるかのように布団の中に潜り込む。おやすみなさい。大丈夫大丈夫、誰もいないって。寝ちゃえば平気だ多分。怖い。寝よう、早く早く寝よう。